ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、天ヶ津駅から歩いても5分圏内の、こちらのマンションのご紹介です。天ヶ津ハイツと言いまして、見てください。早速、この大きなクローゼット。ここ入ってもですね、もうこれだけ入ることができますね。非常に大きな収納になっておりまして、まあ、ウォークインクローゼットとして使っていただけます。こちらの上に、まあ、物を置いていただいたり、ハンガーもですね、これだけちょっとかけていただいて、まあ、いろんなところに荷物が収納できますので、非常に使いやすくなっておりますね。で、ポイントはですね、またこちらの、リビングの壁ですね、おしゃれなクロスが付けられておりまして、まあ、これだけでですね、もう普通の家財持ってきてもかなりおしゃれに彩ることができると思いますね。こちらは閉じるとこんな感じですね。で、建具も交換されてまして、ものすごく綺麗になっております。で、こちらにもですね、収納ありまして、結構収納多い物件ですね。で、これも収納かなと思いましたら、室内洗濯機置き場がですね、こうやってクローゼットのように隠せるんですね。これもちょっとおしゃれなポイントですごくいいと思います。と、こちらキッチンがですね、システムキッチンになっておりまして、非常に大きいですね。調理スペースがありまして、まあ、奥もいろんなスペースが、流しの方もかなり大きめになっております。もちろん下の収納もかなり入りますので、本当に使いやすくなってますね。で、上の釣り戸棚もこれだけありますので、かなり本当に奥様にはおすすめのポイントになっております。で、奥の洗面所がですね、こちらの独立洗面台はシャンプードレッサーになっておりますね。で、奥の浴室も見てください。これもですね、大リフォームで交換いたしておりますので、ものすごく綺麗な内容になっております。で、向かいはですね、お手洗いになっておりますね。これもですね、かなり綺麗なものに交換させていただいております。で、こちら玄関の方もですね、下駄箱が備え付けられているんですけども、下のですね、ああいうタイルとかもちょっとおしゃれですよね。で、こちらには洋室が4畳半の、ものになっておりまして、こちらも壁紙とかがかなりちょっとこういうおしゃれな色合いになっておりますので、ちょっとですね、まあ、これだけで明るく見えますね。で、反対側、和室、まあ、6畳とですね、奥にこの床の部分がありますので、ちょっと広めの6畳の和室になっております。で、これも和室特有のちょっとおしゃれな壁紙になっておりますので、すごくいい感じですね。あ、押し入れもありますね。ドーンと結構奥まで入れますね。よいしょ。こちらはですね、ちょっと築年数が経ってきたマンションを大リニューアルするという、まあ、リノベーション物件になっておりますので、今本当に一押しの物件となっております。賃貸のマスキリは奈良のおもてなし奈良心でお待ちしております。ご覧いただきありがとうございました。